では続き始めていきましょう。前回ね、笛を取りましたので、フィールドで取れるハートの器を、取っていこうと思います。まずこういったね、何の変哲もないような場所に見えるんですけど、こういったところでね、笛を吹くと、こういった風に、おっと、危ねえ。ね、なんか階段が現れて、じいさんがハートの器をくれるっていう場所が、あと1箇所ありますので、それを取りに行きます。はい、ここですね。このマップでも、ちょっと邪魔だな。こいついられると邪魔だな。よし、どうした。笛を吹くと、このようにね、階段が出現して、ハートの器をくれるじじいがいるので、ライフを2個。この時点でライフが8個になるというわけですね。まあ、これが、現時点で取れるすべてのハートの器なので、この状態で、レベル3の迷宮に向かっていきましょう。まあ、ここからね、そんなに遠くないので、ここはカットしなくてもいいかなと思いますが、適宜敵を倒しながらね、進んでいきましょう。こいつら邪魔だな。やばい、ミスった。ここになんかあんだけど無視。なんか、何だったかな、ここ。間違ってちょっと、踏んじゃうことがあるんだよな。ここで上行って、こっち。はい。ここ前回は、ゼルダです。表だと、レベル2の迷宮だったんですけど、まあ何もないところでは、まあ、笛を吹きましょう。ということで、笛を吹くと、ここはレベル3の迷宮ですね。ちょっとやばいな。ズボンが緩い。じゃあ先に進んでいきますか。レベル3の迷宮、これはですね、このゴーリアという敵は、クマモンだった。クマモンという敵はね、どうやら餌でおびき寄せることができるらしいんですね。餌を使うとどうやらそのエリアにいるクマモンは、餌に引き寄せられて、全然攻撃してこなくなるっていう噂を聞いたんだけど、あれもうなくなっちゃった。餌は何回でも出せるのね。あれ引き寄せられることは引き寄せられるけど、攻撃はしてくるのか。まあいいや。とりあえず倒しました。で、右行きます。で、ここが、なんと、レベル3の迷宮のボスです。こいつ。もうボスかよ、みたいな、そんな感じなんですけど。もうボスなんですよ。ダメか。爆弾を何発か当てないといけないんだな。こっち来ない。よし、来てくれた。こいつ、剣で、爆弾を当ててから剣で倒すと、このようにね、もう一発。よし。あれでも今、ハートの器、ハート落としたな。落とすこともあるのか。基本的に爆弾で、爆風を当てて剣で切って倒さないと、倒せないと思ってたんですけど、そういうわけでもないみたいですね。やばい、あと2個しかない。やばい！あと1個。補充すんのめんどくせえんだよな。ほら。あと1個。足りない。爆弾をちょっと取りに戻ってきます。よし。このように2発食わせればね、倒せるので。できればね、剣で切って倒したいんですけど、剣で切って倒すと爆弾を落としてくるのでね。はい、ということで、このダンジョン、クリアです。クリアっていうか、まだクリアじゃないんだけど、もうほぼクリアです。こいつら倒して、よし。こう押すとね、階段が出てきます。とりあえずね、なんか部屋の中央に置いてあるコンパス取って、階段を下っていきましょう。こんなやつに声食らいたくないな。いや、まだね、ちょっと慣れてないね。このコントローラーに。おっと、ここはどうするかな。餌使うか。ちょっとやばい。そうそう、餌に寄ってくるんだよね、こうやって。よし。OK。押しましたね。本当にここ楽だな、このダンジョンは。ということで、トライフォースをゲットして、レベル3クリア。ありがとうございました。と行きたいところなんですけど、まだこのダンジョンのマップとアイテムを取ってないので、それを取りに行きます。ここはスルーでいいんだけど、餌で引き寄せられるのは引き寄せたいけども、いや、スルーでいくか。スルーでいこう。できない。スルーできなかった。まあいい。こいつらもスルーしてえな。ロープ意外とね、こいつら、排気力が高くて、この光ってるロープね、一発切っただけじゃ倒せないんですよね。よし。なんとか。ここな。ここ全部倒さないといけないんだよな。いや、厳しい。ここは餌の使いどころなんだけど。こいつはどいてくんねえかな。一旦戻るか。一旦体勢を立て直す。ここで、E ボタンを押して、餌に群がってきたやつを倒す。餌に群がってきたやつを切る。ちょっと待って、くそ、やばい。あ、ナイス、ナイス。あれ、欲しい。欲しいよ。行かないで。ああ取れなかった。ちくしょう。いや、もう倒したから。やばい、HP が。やばい。やばい、こんな、構ってる暇ねえ、なかった。ちくしょう。こいつら、餌効くかな。いや、もうここはね、スルーでいいや。やばい。危ねえ。で、餌は、ここで必要なんですよね。こいつ、なんかブツブツ言ってますけど、こいつは、ダメだ。切ったら死ぬ。餌をやると消えてくるので。で、ラストここだな。ここはね、もう回復するしかないな。しょうがない。あれ回復させちゃう。ここで押してもダメなのか。回復すらできないんだけど、一旦戻る。これ回復しよう。で、今ので餌を使い切っちゃったので、この部屋ではもう餌は使えないですね。なんとか、ビームで倒したい。言えばね、なんかノーダメージで倒すっていうテクニカルなこともやりたいんだけど、難しいよね、なかなか。ただ、レベル3は正直簡単だから、あれなんだけどね。はい、出ました。これがマジカルブーメラン。このダンジョンのアイテムです。ということで、レベル3の迷宮で取れるアイテム全部やっと取りました。ということで、簡単でしたね。レベル2に比べて全然。まあ、次回からはね、もっと難しくなっていきますので、まあ、お楽しみというか、ちょっと、レベル4はちょっと本当に難しいので、まあ、気合い入れてやっていこうと思います。ということで、ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローとしていただけるとありがたいです。ということで、また次回お会いしましょう。さよなら。